ランブリン・ジャック・エリオットは、アメリカ合衆国のフォーク歌手、演奏家。ニューヨーク生まれで、ユダヤ系アメリカ人の家庭で育ちながら、いつもカウボーイに憧れていた。ティーンエージャーの時に家出し、子供時代の夢を実現するべく、ロデオの世界に飛び込んだ。当時、ギターを習い覚え、ウッディガスリーと知り合い、彼の教え子のようにして、共に生活した。 万丈奏者のデロル・アダムスと共に、イギリスやヨーロッパをツアーし、各地の音楽シーンに影響を与えた。アメリカに戻ってからエリオットは、フォークソングやカントリーミュージックのシーンで神秘的なヒーローになっていく。エリオットに最大の影響を与えたのは、ウッディ・ガスリーである。が、ガスリーの息子アーロは、父は病気や早死にしたこともあって、 彼とほとんど知り合ったというほどのことはなかったはずだという。そのアーロも自分の父親の歌とスタイルをエリオットを通して学んだという。エリオットの音楽スタイルはボブ・ディランにも影響を与え、ディラン自身、ランブリン・ジャック・エリオットの息子とツアーで自称するほどで、彼の自伝にもエリオットが登場する。何度か来日している。友部正と岡林の康アスと親交がある。 ありがとうございます。